この動画では、医療情報データベース、ミッドネットについてご説明します。ミッドネットは、医薬品安全対策等に資することを目的とした医療情報データベースです。PMDA が協力医療機関の協力を得ながら管理、運営しています。2011年から構築を開始し、2018年から本格運用しました。ミッドネットのデータ規模は約800万人。 幅広い年齢層のデータが利用可能です電子カルテレセプト DPC データが利用可能検体検査の結果値も利用可能ですバリデーション済みのアウトカム定義も充実していますまた高品質なデータの提供に努めていますさらに国立病院機構が管理運営するデータベース NCDA のレセプト DPC データも利用可能です他の薬剤との比較などに活用でき行政機関、製薬企業、アカデミアが活用可能ですすでに調査結果が安全対策等に活用されていますまた製薬企業の調査結果は再審査申請にも活用されていますシステムの利用の流れを説明します 協力医療機関に統合デデーーーータタソススといいうデータベースを設置しています当該データベースに対して協力医療機関が保有する病院情報システムのデータが送信されています利活用者はオンサイトセンターで利活用目的にあったデータ抽出条件を指定するスクリプトを作成し抽出システムへ送信しますその結果スクリプトの条件にあったデータが抽出されます 協力医療機関担当者に承認を受けると抽出されたデータがデータセンターに送信されます利活用者はすべての協力医療機関から送信されたデータを用いてオンサイトセンターまたは利活用者のオフィスからデータ解析を行います解析結果は管理者の承認後持ち出し可能ですミッドネット接続環境を利用すればオンサイトセンターに訪問しなくても 皆様のオフィスからデータ解析が可能です一方、オンサイトセンターでは専門スタッフによる手厚いサポートを受けることが可能ですその他ミッドネットに関する情報を盛り込んだパンフレットを準備していますウェブサイトからダウンロードの上、ご利用くださいミッドネットの強みを3つ紹介します一つ目は電子カルテデータ、検体検査の結果値も利用可能なことです 2つ目はバリデーション済みのアウトカム定義が充実していることです。3つ目は定期的にオリジナルデータとの一致性の確認を行っているため高品質なデータを提供できることです実施可能性の検討段階からサポートしますので是非ご相談ください。 製造販売後、データベース調査の検討プロセスをどのように進めればよいかを分かりやすく解説した動画を準備しました。こちらもご確認ください。ご視聴ありがとうございました。